弁当、ロフトの大内田、磯高原、この試合はね、特別ルールなんですけど、ポイントなし、はい、オンリーサブミッションマッチ、決めるしかないです。わさあ、ロフトの大内田、磯高原、この赤がトレードマーク、かなりね、今回、体重的に減量をかなりして出てきましたからね。で対するエリソン・カゴラはもうナチュラル体重ですね。エリソン・カゴラはね、2年8のワールドマスター、SGIF、2つの IBJJF と SGIF の世界王者ですから。ワールドチャンピオンエリソン・カゴラ、対するドクトル・大内。ドクトル・大内は元先生ですね。はい、もともとパレスラ公園にいましたから、あ、まあ、今も月謝払ってますけどね。まだ行ってない、2015年は行ってませんからね。必要選手で陸上を引いてない方は、本部で補助してください。あと、ラストのカレンダー、無料で配布しております。どうぞ取りに来てください。お願いします。このグラヒーバーがグラヒーバーフェストですね。グラヒーバーで、その足をドクトルが抱えて爪を狙おうというところ、かつては足勘で一斉踏んできました。今一瞬下準備できましたけども、さあ来た、さあ来ました、さあ来ましたよ。これ足勘対決か、足勘対決で、ちょっとこれアキレス入ってますよ。エジソン、足勘の決め合いけど、これ今ドクトルは足を離した相手の襟を持ちに来ました。これもディフェンスですね。足換に対するディフェンスを見せているのがドクトル。イーストはまだ足換を狙っている状態。さあ、今の、ね、組み合いのところちょっとスリリングでしたね。試合時間は2分が経過したところ、エリソンは足取って今取りに来ますよ。取りに来ますよ。なんと2分36秒、2分36秒。まさかのエリソン一本勝ち。もうドクトル大丈夫か。まさかの一本。エリソン籠原。まさかの、まさかのアスカン決着。